やあみんな、どうもこんにちは、くんひろです。いや、久々にね、ちゃんとした始まり方をしております。まあ、どっちが楽しいかは分かりませんが、俺の負担は明らかにこっちの方が低いですね。今もちょっと動画編集してる最中で、ちょっときつかったので休憩して戻ってきたというかね、まあ戻ってきたんですよ。まあ今日は、SAO の映画オーディナルスケール劇場版ですねのやつについてちょっと喋ろうかなと思います。あと、SAO の新作アプリが出るんですよね。これもちょっと動画の後半でつけたいと思います。いや、オーディナルスケールの PV がアニプレックスさんの YouTube チャンネルで公開されて、まあ1週間ぐらいかな、今ね。1週間ぐらい経ってると思うんだけども、まあ Twitter とかでね、クールさんは見ましたかーってすごいいっぱい来て、俺ね、実はね、あれ動画にコメントしてるんですよ。あの動画に。やっぱりね、衝動を抑えきれない。まあなんつうんだろうな。なんか俺ね、最近思ったんだけど、まあコメントすると、まあオーディナルスケールの、虫がいた。オーディナルスケールの感想ね。1分の感想。まず、パッと見た瞬間に、キャラクターがね、大人っぽくなってたのかなと。キリト君なんて特にそうですよ。まあ、画像とか載せておけたら載せておくんだけど、キリト君のね、なんか、シーン、まあ、ドアップじゃないんだけど、そういうシーンがあるんだけど、そこがね、すっげえ大人っぽいの。なんだろうな、そういう風に若干寄せたのか、まあ、なんだろう。その、書いてる人たちの違いなのか、わかんないけど、なんか、でもね、違和感がない大人っぽくなり、違和感のない大人っぽくなり方、うん、そう、合ってるね。で、なんか結構良くて。で、アスナはね、まあ、相変わらず美人ですよ。嫁。いやいや、怒られちゃう、怒られちゃう。俺の嫁なんて言っちゃうとね、やっぱりだみんなアスナ 大好きだから、ね、怒られちゃうけど。まあ、可愛かったね。いやー、もう、早く映画のあの画面で、アスナの声を、トマちゃんの声を、キリト君の声を、キリト君の戦闘シーンの声を、もう聞きたくて聞きたくてしょうがないんですよ。なんかおばちゃんみたいになってるけど、おばちゃんというかただの変態か。いやもう本当に。でね、やっぱすぐとかも可愛くて、あの玄関出てくシーンとかね、もう可愛くて、まあ、当然ね、エギルとクラインも可愛いですよね。リズもアスナも、シリカもユイちゃんもシノンも出てたね。いやもうね、みんな可愛いな。デザイン本当にいいよね。いや本当にいいですよ。どうなるんだろうな、映画ね。気になるね。ちょっと今そこにポスターがタペストリー貼ってあるんで見てましたけども、いや気になるよね。でね、そう、な、何言ったっけ、どこまで言ったっけ。そう、最後のね、あの再び英雄が立ち上がるっていうねとことかもね、もう SAO オーディナルスケールバーンって言った時にね、もう鳥肌がブワですよ。だからね、もうそこでね、見てね、やべえ、もう興奮抑えきれねえやつってコメントしたんだけど、もうね、それぐらい楽しみ。もう本当に鳥肌、あの1分鳥肌立たせるってすごくない？ね、すごいよね。そうそう、あと一つ。ね、これ言ったらちょっとメモリーデフラグっていう、アプリの方を話しに行くんだけども、あのね、オーディナルスケールを起動した時に、なんて言ってるのかすごい気になるんだよね。多分、ワンシーンそれがあるんだけど、キリト君とアスナが、ね、なんで俺はキリト君って言うんだけど、アスナって言っちゃうんだろうね。多分、そういう、ね、キリトがアスナって言って、アスナがキリト君って言うからなんだろうね。でもそういうね、あのシーンがあるんですよ。ポチって押して、なんとかなんとかみたいな喋って、まあ、起動していくっていうシーンがある。そこでね、なんて言ってんのかすげえ気になるんだよな。まあ、おそらく、おそらく、リンクスタートであってほしいっていうのが俺の願望かな。その、やっぱりね、新しいのもいいんだけど、新しいワードもいいんだけど、リンクスタートはね、もう、決め台詞というかね、もうね、そうですよね、始まるよねって感じだよね。もう始まるなんですよ。そう、これが言いたかった。全然伝わんねえな。まあいいや。ということでね、オーディナルスケールの、感想は終わりです。はい、ということで次、ということで、ね、何回言った、まあいいや。はい、SAO のアプリがもうあるんだけどね、あのコードレジスタっていうのが、それじゃなくて追加で出ます。その派生じゃないんです。全く別物、もうジャンルが。それはメモリーデフラグっていうんだけども、なんかデフラグって最適化だっけ、パソコンとかの用語で言うと。でもそのね、要は、元あるストーリーにオリジナル展開を混ぜて最適化っていうのかな、これは。まあ、うまいこと多分抜けてる部分とかを追加するのかな。あ、でもそれだとあれか、原作通りか。どうしよう、難しいな。まあ、そういうことなんですよ。オリジナルストーリーと、アニメのストーリーを融合させて、なんか、オリナス、ソードアートオンラインの世界が、ってね、あったんだけど、もうね、その段階でもすごいいいんだけど、戦闘シーンとか、なんだろう、テイルズ系わかるかな、みんな。テイルズ系のゲームやってるとわかるんだけど、まあ初代テイルズとかね、ファンタジアとか、ディスティニーとか、ディスティニー2とか、そういう
の横スクロール 2D アクションみたいな。もうね、俺はねこういうの好きで大好きなんですよ。アクションゲーム下手だけどそういうの好きで、もうね動画あるんだけどちょっと下に貼っとくね、リンクとか見てほしい。事前登録もやってるからね、見てみてください。もうねそれがすごいやりたくてやりたくて、いつだっけあれ、10月だったっけ確か、ちょっとわかんないけど、ごめんね、下に全て貼っとくんでよろしくお願いします。まあ見てもらえればわかる、多分ねやりたいってみんな思うと思う。やっぱり SAO って基本的にさ、もうアニメとかもアクション要素がすごい多いじゃん、戦闘シーンとかとか、まあ当然アスナとかのシーンもあるけど、いろいろねイチャイチャシーンもあるけど、戦闘シーンがやっぱ熱いね。みんなねあれ一回はやってると思うんですよ、 SAO ファン。スターバーストストリーム現実でやったでしょ、俺やったよむしろなんかね、こういう動画の前とかでやってますよね、スターバーストストリームってでなんか切られちゃうはぁーってやべちょうるさくするとね、今ね4時ぐらいなんで、ちょ編集してるんで頑張ってますけど、うん、まあそんな感じです。はい、ということで今日もなんかくだらない動画上げてすいませんでした。いや俺は楽しいんだけどね、俺はこれが楽しいんですよね、くだらない楽しさ。うん、まあ好きなものを喋って、でみんながまあいろんな意見をくれてね、でああそういうことか、そういうことを言ってると思ったんだみんなはっていうね、まあいろんな融合してどんどんねなんか自分も詳しくなっていけてすごい嬉しいです。うん、いつもねみんなのコメントには楽しませていただいております、ありがとうございます。それでは、皆さん、なんだろうな、もう話がすごい、それただの雑談動画になってるけど今日も一日元気に、やっていきましょうね。まあ俺は今から編集して寝るんだけど、ということでよろしくお願いします何がご視聴ありがとうございましたバイバイ。ちょ俺もやあみんな、今日も戦争体験しちゃう、空中からの2連砲ドッカン、魚雷も出ちゃう。今ならなんと戦艦200種以上、累計300万ダウンロード突破、言えた、戦艦帝国。おう戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上、できる男がハマる海戦ゲーム戦艦帝国。